今日のヒーローは素晴らしいバッテリー、完封で3勝目を挙げました金子千尋投手、そして8回満塁のホームラン前田大輔選手です。おめでとうございます。さあまずは金子投手から、今日は3月20日開幕以来の完封となりました。好投の要因どのあたりでしょう。そうですね、本当に、今までちょっと調子悪かったんで、余計なことは考えず、目の前のバッターを一人一人抑えていこうと思いました。今日の相手は涌井投手、エース対決でしたけども、投げ合いの意識ありましたでしょうか。いや、僕が対戦するのはバッターなんであまり意識してなかったです。今日は前田捕手とのバッテリーとなりました。7回以降三振を取るたびに同時にガッツポーズ、息もぴったりでしたね。そうですね、ガッツポーズするつもりあんまりないんですけど、本当に自然と出るくらい、いいところに投げれたんで、嬉しかったです。はい、いつもはあまり気にしないと言われる三振ではありますけども、今日は今シーズン最多の12個、素晴らしいですね。ありがとうございます。3つ目の勝ち星をいい形で挙げられました。最後に応援してくださったファンの方にその喜びの報告お願いします。はい、シーズン始まったばかりですけど、ちょっと迷惑かけてたんで、これに満足することなく次の試合もしっかり投げていきたいと思います。ありがとうございます。では前田捕手に代わっていただきましょう。さあまずはあのグランドスラムいかがでした。まぐれです。そんなことはないと思います。そんなことあります。いい笑顔でホームに戻ってこられましたけども。そうですね、もう満塁ホームランなんで笑顔しか出ないです。ファンの人も今大きな拍手くださってますね。本当に感謝してます。ありがとうございます。そのホームランもですけども、今日はスタメンマスク、どんな思いだったんでしょう。そうですね、今シーズン初めての、スタメンだったんですけど、いつも去年もよく組んでる金子だったので、僕がミスしても金子がやってくれるだろうという感じで普通にできました。その金子投手3勝目は完封です。何か金子投手の一言ありますか。よく頑張りました。素晴らしいバッテリーでこのカードの初戦を取りました。明日もこの京セラドームで、明日は14時からのデーゲームとなります。明日に向けてチームを代表して一言お願いします。明日も勝ちます。また応援来てください。おめでとうございます。今日のヒーローは金子千尋投手、そして前田大輔捕手でした。